まあ、経緯としては、僕、竹田塾の前は、為替のトレードで生活してたんですよ。なるほど。デイトレーダーみたいな感じで。はい。なので、最初は、まあ、それでいっぱい稼いで。みんなも学年が変わってね。そうですね。来年の今頃、第一志望の大学の入学式とか、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、ですそれね。が今後1年で決まるわけですね。なので、はい。もしね、悩んだこととかあったりしたら、ぜひ相談してほしいってことで、はい。そんなね、受験生の悩みとかね、答えるこの番組は、受受験験相相談談 SOS。SOS。天海先生。はい。ですね、天海先生に質問が来てるんですけど、お、そうなんですね。天海先生ははい。どうして竹田塾で働いてるんですか？おお。偏差値が高い高校から早稲田に受かったような話をされていたので、山上先生とは違って逆転合格のイメージがないのですが。ずいぶん声でかくなりましたね。そうですね。はい。まあ、僕、竹田塾で働いてる理由としては、まあ、経緯としては、僕、竹田塾の前は、為替のトレードで生活してたんですよ。なるほど。デイトレーダーみたいな感じで。はい。なので、最初は、まあ、それでいっぱい稼いで、なんか法人化して自分の会社持っていろんなビジネスやるみたいなイメージでいたんですね。ただ、まあ、実際やってると本当に生活していくのが精一杯みたいな形で、でもある時精神的に辛くなったんで就職しようと思ったんですね。なるほど。はい。で、僕、大学時代その塾の講師でいろんなところでやってたので、じゃあ塾関係で探してみたら、竹田塾見つけて、はい。で、僕、受験の時その参考書使って勉強してたんですよ。竹田塾のルートにある参考書とか自分使ったのめちゃくちゃいっぱいあるんで、なんだこれすごいなと思って、面接来て採用されたみたいな感じですね。なるほど。はい。僕、そのシステム英単語とかも実際自分で使ってました、本当に。あと、お気に入りのだったら田中裕二の漢文早覚え速読法とか、あれも本当好きだったんで、やっぱり竹田塾のその理念とか考え方っていうのがすごい自分に合ってるなって思って働いてるっていうようなところですかね。ちなみにこんなこと聞いていいのかどうかわかんないんですけど、他に候補ありました？実際その活動するときに。活動っていうのはあれだ、就職活動的な意そうで味で、すね。なんか多分ね、この見てる方々もなんとなくわかると思うんですけど、はい。いや、いろいろ塾あるのに、あれで竹田塾行く必要ねえだろうと、血迷ったのかみたいな、ちょっと思ってるとこあると思うんですけど。いや、僕、リクナビネクストで探してたんですけど、まあ、他、名工義塾とかその辺も実際あって受けたりとかもしたんですけど、やっぱ竹田塾第一志望だったっていうのは本当ですね。なるほど。まあ、一番やっぱ面白そうだったなっていうのはありますね。なるほど。は竹田塾は面白さで選ぶ人がやっぱり多いんですね。そうですね。まあ、とんがってますもんね。いろんな、意味でね、ぶっ飛んだ人が多い、塾なのでね。そうですね。ただ目立ってるところはあると思うんですけど、実際のやってることっていうのは、大学受験だけじゃなくて学びの本質をついてるものだと思うんで、やっぱ僕自身はこれは絶対成功するだろうと思って働くようになったってところですかね。はい。きっとね、ここで見てる方々はやっぱ一流企業と言われる、それこそ CM 打ってるような企業にいろいろ入りたいとは思うと思うんですけど、そっちの方がいいですね。だけど、まあ、なんだかんだ言ってこう楽しいかって言われるとっていうところはやっぱ、そうですね。竹田で働いてる人間っていうのはある意味その辺の思考が割と、あんまりなんかいい企業に行きたいとかっていうよりは、まあ、面白いことしたいみたいな。自分のやりたいことやりたいみたいな人からは多いですかね。ですね。なので、そんな人は竹田塾で働いてみてもいいんじゃないかなとは思いますけど、一流企業であるということは一切保証しませんので、そうです。ぶっ飛んだことは募集ということで。なんか変わったことをやりたい人は、ぜひ応募できるんですかね。ね、一緒に頑張ってもらえればと思います。はい、今回の質問は以上です。大学対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの竹田塾でもらえます。全国の竹田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの竹田塾にご相談ください。よろしくお願いします。